生体認証に用いられるものとして誤っているものを選びなさい。こちらは以前の動画で認証について説明した授業動画がありますので、まずはそちらをご覧ください。コンピュータを利用するためにはその権利を有していなければいけません。この権利をアカウントと言います。まず認証と聞いて ID とパスワードを入れてログインすることを思い浮かべる方が多いと思います。認証とは人に限らず対象の正しさを証明や確認する行為のことです。ここで言う対象とは人だったりサーバーだったりクライアントパソコンだったり様々です。そして対象を特定する方法として大きく3種類があります。知識情報、生体情報、所持情報です。それぞれについて説明していきます。まず知識認証はその情報を知っていればログインができる認証になります。代表的な例として ID とパスワードを知っていればログインできるサイトが多いですが、この ID とパスワードの認証も知識認証の代表例になります。次に生体認証です。生体認証という言葉は有名ですが、身体的特徴や行動的特徴の情報を用いて行う認証のことになります。身体的特徴の具体的な例としては指紋や顔、DNA、目の網膜、虹彩、音声などがあります。最近は体臭の化学的な成分構成をもとに行う認証も研究されているようです。行動の特徴についての具体的な例としては筆跡、瞬き、歩行などがあります。次に所持認証です。本人しか持っていないもので認証するというものです。最近はスマートフォンの普及率が上がったことにより、とあるサイトにログインする場合はスマートフォンのショートメッセージサービスである SMS に認証コードを送ってその認証コードを入れさせるというパターンが増えています。このコードは1回しか使えない使い捨てパスワードの役割をします。この1回限りのパスワードのことをワンタイムパスワードと言います。現実の世界では家に入るためには鍵が必要ですよね。逆に言えば鍵をなくしたら本人でも家に入れなくなるし、盗難の場合は第三者が家に入れてしまうリスクもあります。最近問題になっているのが知識認証で用いられるパスワードの使い回しです。とあるサイト A の ID とパスワードを他のサービスでも使い回している方は実際のところ多いと思います。仮にサイト A の ID とパスワードが漏洩した場合、攻撃者はいろんなサイトでその組み合わせを試して不正アクセスに成功するパターンも増えてきています。その対策として2要素認証というものがあります。先ほど説明した知識、生体、所持のうち2つの要素を組み合わせる認証になります。例えばまず知識認証の ID とパスワードを入力した後、それが OK なら所持認証としてスマートフォンに認証コードを送って、その認証が通ったら初めてログインできるというものです。2要素認証は同じ要素内で2つというものは2要素認証にはなりません。例えば指紋と虹彩の2つの認証でも同じ生体認証の範囲内なので2要素認証にはなりません。ただ似た言葉で2段階認証というものがあります。これは2つの段階を経て認証することになるので、これは ID パスワードによる認証と誕生日など同じ要素内でも使われる認証になります。また要素を2つ以上組み合わせる認証を多要素認証と言います。2つ以上なので2要素認証は多要素認証の一部となります。動画内で説明したように生体認証は身体的特徴や行動的特徴、癖の情報を用いて行う認証になります。ここでは1の虹彩、2の指紋、4の静脈は生体認証の中でも身体的特徴になりますので正解になります。よって3のパスコードが誤りになります。解説は以上になります。